<laughs> あすごいタコありがとうございますあっひらっぴちゃん結婚してって考えときます <laughs> 今日はあのレッスンがあったのであるのでレッスンっていうか別のお仕事があるので。 喉大丈夫って、そう喉ね、<laughs> まだちゃんとは治ってないんですけどあの何だっけあの劇場公演の2日目より全然出るようになりましたちょっと待って今日ねめっちゃすっぴんなのち。ゆいち、<laughs> いちすっぴんでも前髪もなくてもうボサボサだから分けちゃおうと思って。 そう見て全開 <laughs> めっちゃめちゃ全開ですけど許してくださいお願いします <laughs> ラーメンのどにいいらしいよって <laughs> 本当喉にいいのかラーメン <laughs> ラーメンって喉にいいの <laughs> 絶対嘘じゃん <laughs> でもねでもなんかあれだよねあの別のファンの方からは唐揚げとかもめっちゃいいって聞いたうんのなんだろうえ本当なの唐揚げとかあ油でってことえー、そうなんだ唐揚げいいんだ やって、えー。じゃあ今、今今度た。ね。ナチュラルな中学生じゃなくて高校生。ね、いじってるでしょね。<laughs> ゆいち高校生だからもう。ゆいちもう高校生です。<laughs> ゆいちは、もうなんと、え、高校生になってから初めてじゃない ショールールム気のせいかな唯一の自己紹介大好きっちゃんくまありがとうかわいい <coughs> 友達100人できたって任せなさい <laughs> 任せなさいできてないです <laughs> でも何人か100人はできてないけど 友達はできました。そう、なんとかね「<coughs> 自己紹介も大人っぽかったもんね」ってそうちょっとね昨日の唯一い一自己紹介は大人っぽくしました。 そうなんかね、ゆいの高校はめっちゃいい先生ばっかりなの怖い先生まだ,まだあんまり全員の方とは喋ってないんだけどそう先生めちゃくちゃ優しいそうなんかねめっちゃ何だろう先生がねめちゃくちゃ面白いうん ななんかねなんだろう入学式の時にめちゃくちゃもう結のなんだろう同じ仲間仲間っていうかなんだろう生徒がいっぱいいたんだけどめっちゃ緊張してて「大丈夫大丈夫」って言ってなんか一発芸とかしてました <laughs> でそしたらそのなんかみんな座ってたんですよ始まる前に入学式始まる前にちょっとリハーサルみたいな感じあったからそれで席座ってて。 そそしたらその隣の席の子がユイにね話しかけに来てくれたのでそこからその子とずっと喋っててそうお友達になりましたで今度また一緒に遊びに行こうねって約束したりとかして仲良くなりましたそうなんかねひなのとかすみから高校絶対友達できないからみたいな。<laughs> 安心してみたいな言われてたのそうだけどできるようになりましたできるようになりましたっていうかできました <laughs> そうもうそうなんかほらゆいの他の18期ってもうもうねあれがいるから仲間っていうかあじゃあ先輩だからみんなは 高校卒業してるからね、18期以外みんな。だからもう迷ったらすぐ18期に質問できるから、<laughs> 嬉しい。AKB って気づかれた気づかれた <laughs> そう。<laughs> 気づかれたの、AKB って。そうなんか、なんで気づかれたか忘れたんだけど、あの、連絡先も交換したんですけど、 <あ>の <laughs> そのなんだろうその連絡が来て「えゆいちゃんってアイドルなんだ」みたいな「<laughs> えな何かなんだろうなんかちょっとゆいちゃんが可愛くてごめんね勝手に調べたんだけど」みたいな調べたんだけどまさかゆいちゃんがアイドルなんだみたいな感じで言われて「あそうアイドルなんです」って言ってめっちゃニヤニヤしながら連絡しました。 毛量でバレた毛量でバレたかな毛量でバレたのかな毛量でバレることあるえ、あの子、あの子、髪の毛多,く多いから絶対アイドルじゃんみたいなそういうことそういうこと毛量多くてちょっと、シチュエーション、シチュエーションいくね。 その子家の友達はユイより出席番号遅いんですよでえ多分入学式入場してる時に「えユゆいちもうなんかも量多いなもしかしてアイドル?」みたいな感じありえるかもねあれワンチャンありえるそれは <laughs> うん ワンチャン。ワンチャン。毛うリオでバレてる説ある。ないですなかったかな <laughs> あの子、ポニーテール振り回す系アイドルだ。え、思われてるかも。あミラーボールありがとうございます。ロックダウンします。バレた瞬間気まずかったえ、全然気まずくなかった。なんか。 よりかはうん気まずさよりかはんかもうアイドルオーラもう出しまくろうと思った <laughs> よしこれから学校で唯一はもうマジでおしゃれしてマジでギャル感マシマシにしてもうアイドル感出そうと思ったそううんもう隠すっていうよりかはもう出しまくりたいなっていうもうしまうとかできないそう出しまくんないとうん もうゆいの学年全員からもう,もう告白されちゃうレベルの <laughs> 告白はちょっとダメだけど「あのゆいちゆいさんギャルで好きなんです」ってねあの言ってもらえるようにね頑張りますのでねはい <laughs> えー、上級生に呼び出されんのやだ,やだやだやだ <laughs> 先輩から怒られたくない仲良くしたい先輩とも。 先輩でもねめちゃくちゃ頭良さそうだった <laughs> これ言っていいのか分かんないけど <laughs> そう先輩がねめちゃくちゃあれなの頭よ,よくてあの入学式とかなんだろう体育館にちょっとこっち来てくださいっていうのが誘導があるんですけどはいじゃあこちらへみたいな もうキャストさんみたいなはいこちらはい新入生は体育館へお越しくださいみたいな感じで言っててやばい頭いいから逃げようかなと思ったそう頭頭いいっていうか頭良さそうみたいな私が先輩ならそんな可愛い後輩すぐ呼び出しちゃうええー、本当ですか呼び出してほしい 呼び出してほしいゆいのこと <coughs> ねでもゆいちは本当にもう高校生活の目標は決めて、まあ、とりあえずもうお友達は学校全員っていう感じにしてそしてあとはあのー、あれもうアイドルオーラ全開でいきたいと思います高校生活はうんもうたまに たまにもあの、ほら、あの、ただ、あのただいま恋愛中公演のアンコール衣装で投稿しちゃってもいいし、<laughs> あの、可愛い,い紫のやつとか、ね、うん、その衣装で入学し,し,し,したりとか、入学じゃない、じ、あの、教室行ったりとか、ね、それで、ね、制服が邪魔をするとか踊っちゃったりして、 もってモテにはい楽しんでいきたいと思いますね <laughs> そうもうクラス全員もも劇場に呼びます <laughs> もうなんなら中学校の時の私あ,のあれなんですよ中学3年生の時のみんなとグループラインで「夏休み一緒に遊びに行こうね」って言ってるんですよ今ちょうど今日話したししかも。 そう <coughs> 中学校3年生で結衣と同じクラスのなんだろうグループがあるんですけどみんなで遊びに行こうぜみたいなあのんだっけあれなんだっけあ,れなんだっけあセミ取りに行こうぜみたいな <laughs> 感じで約束してるのでフフフって楽しみたいと思います。 めちゃくちゃもうやることが中学生って感じですけどセミとかもね捕まえたりして「<laughs> 大輝さん俺もいいですか?」ってえー、いいよ <laughs> いいよねえい衣さめちゃくちゃ関係ない話していいあのさ夏休みの友ってあるんですよ 夏休みの宿題にまあ今はないけど夏休みの友っていう宿題が小学校の時あってそれがねもうやるのめちゃくちゃ楽しかったんですよわかりますか夏休みの友なんかゆいだけかななんか夏休みの宿題みたいなやつがあってそうなんかね そのにんえ夏休みの友って言うんですよ唯一の宿題あったよってほらあるそしてその夏休みの宿題がとりあえずあったんですけどそ日記みたいなやつそうそれがもうめちゃくちゃ楽しくて仕方なかったそう宿題楽しんでました小学生の頃は <laughs> そうめちゃくちゃ楽しんでた <laughs> って感じでした。まだ高校はね、もっと頑張ります。九一も。<laughs> 生誕祭楽しかった。生誕祭、生誕祭そうめちゃくちゃ楽しかったです。め,め,めっちゃめちゃ前だけど生誕祭。もう一ヶ月ぐらい経ったけどね、生誕祭楽しかった。<laughs> めっちゃ遅いけど生誕祭あのねあの最初の、あのー、オープニング幕が開いた時にあの,ユイのペンライトカラーの赤とオレンジがみんなでバーってこうみんなファンの方に貸してくれたんですけどそうそ,、あのー、その時に。 あの、横でね、アズがね、めっちゃ笑うの。なんかわかんないけど、アズがめちゃくちゃね、笑ってた。<laughs> ねえ、やばいみたいな。<laughs> そう。なんかもう、幕開いた瞬間からなぜかアズがずっと笑ってて <laughs> ね。謎だった。ずっとね、ねえ、やばいみたいな。もうだってもう幕開いてもずっと、やばいやばいって言ってた。<laughs> もう、そう。 ねえ生誕祭もありがとうございました楽しかったですそういえば3日間ご公演連続お疲れ様。ああありがとうそう昨日あじゃあおととしおととおととといおとえおとお昨と一おと昨日おとととってととたのかな。ととと おと、えな,なんて言ったらいいのおと、えわ分かんない,おとと,といおとといおととい昨日そうそうそうそ,れ <laughs> 先そうそれ先そううんおとと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 い <laughs> わかんないみそうそう「と」を増やせばいいと思ってます悠一は <laughs> あのまあおとといはわかるじゃないですか あおとといあそう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 だおとと,といえおとえもう分かんないまずそのあそう192021そうそれそうそう。その3日間がただれ園であのー、3日間連続5公演だったんだけどめちゃくちゃ楽しくて劇場が <laughs> なんかもう本当にねなんだろう時の流れを早く感じたが <laughs> そうなんかもうしかもあのご公演出てたみんな17期さんのみんなとかもうめちゃくちゃ仲良くなってあの楽屋でもね結構一緒におしゃべりする機会が多くなったりとかしてめちゃくちゃ楽しかったそうなんかねなぜかも,どれも,もちろんどの日も楽しいって思いながらやってたんだけど3日目が一番元気だったゆいち。<laughs> <laughs> そう唯一3日目がなもうえ1日目もそれはもちろんめちゃくちゃ元気にやってたんだけど3日目がもうもうなんだろうもう元気唯一元気っていうのを伝えたくてそう3日目がめちゃくちゃねもう体力が全部出た <laughs> なんだろうねでまだでもマジで唯一1時,時間じゃない1年間 1>, 1年間はもうもう1日も休まず全部1日2公演ずつやって1年は続けたいうん多分1年後も多分2年目も続けたいとか言うんだけど1年目もめちゃくちゃあ一1年じゃない <laughs> 1年もう本当に本当に続けたいって感じタダレンを、まあ、タダレンとかあといろんな公演出たいなって思ってるんですけど体力すごいでしょ <laughs> <laughs> そう唯一なんかねだなんか高校生になってから体力増えた何でだろうなんかだって要するに今,今でも「ネモハモルーマー」30回踊れるもんだって <laughs> そう、まあ、踊ったことないからまだ分かんないけど本当にそのぐらいの勢い今のままだと本当にね 本当にもう踊りたいって感じでもねまあシャトルランは <laughs> でもシャトルランはあのゆい30なんならゆい5とかで行ききれる <laughs> けど公演はもっと出たいけどシャトルランは無理 <laughs> シャトルランは3回で行ききれます <laughs> そう本当にね <laughs> そうなのシャドルは無理ゆいちの踊り方本当に好きだからいろんな曲見たいええー、シューカッチ本当 <laughs> ごめんめっちゃ声変ない変けどそうゆいもいろんなダンス曲とかいろんな曲とか踊ってみたい <laughs> そうねえめっちゃなんか踊りたいな あずがさ武道館の時にさあの国境のない時代ソロで踊ってたけど唯一もあれ見て踊りたいなって思ったあとはねもう結構前からやってるけどその板野友美さんの「DearJ.」とかめちゃくちゃあの踊ってみたいなって感じ最近 DearJ. の曲ずっと聴いてる <laughs> そう大好きすぎて ねえねえとか言っててかさなんか話そうってしたけど忘れた <laughs> なんだっけなんでしたっけ皆さん何したっけなんて話そうってしたっけ忘れた <laughs> 聞かれても <laughs> そうなんですよねあミラーボール ロックダンス踊ろう <laughs> 最近ドボンめっちゃやってくれて嬉しいそうドボンもね最近楽しいんだよね週活このまま当たったよね <laughs> 嬉しかった <laughs> ゆいちお手紙書いたよって嬉しいゆいちお手紙マジでいつも楽しみにしてるよ <laughs> ゆいちもう大丈夫 <laughs> <laughs> この間の「M ステ」に唯一映ったと思ったら友知あ板野さんだったえエ、ー、M ステ」ね唯も見ましたなんだっけ「フライングゲット」でしたよね唯一、ね、もいつか出てみたい「M ステ」とか <laughs> 本当にもうユキリンさんが輝きすぎてて「すごっ!」てなった <laughs> ほんとにすごってなった <laughs> うんやばいめちゃくちゃ今お腹すいた <laughs> お腹すいたどうしようどうしようって言われてもね「エムステね」ね頑張ります でそういえばさ、今日めっちゃくさ、めちゃくちゃさ、秘宝あるんだけど言っていいそう、めっちゃ秘宝あるんだけどさ。あ、ミラーボール。<laughs> 最近ロックダンスしかしてない。ありがとう。あの、めっちゃ秘宝があって。<coughs> あのね、今日、あのー、あ、悲しい方の。あのね、今日ね、 コンビニに行ったんですけどなんとねそこでゆ一はあのポテトフライを食べようかなって思ったんですけどなんとね売り切れてましたうん <laughs> そうめっちゃポテトが売り切れててめっちゃ悲しくてそう めちゃくちゃ秘宝じゃないめちゃくちゃ、もうなんか、この前もラスイチだったんだけど、今日はあるかなって思って行ったら、なくて。ねえ。<laughs> 秘宝じゃないだから食べるのやめました。そうだよ、ポテトがないなんてやばくない <laughs> だから、 代わりに唐揚げ棒買いました <laughs> で、まさかのまさかの売り切れでもう泣きそうになっちゃった話 <laughs> でした <laughs> そうねそれだけですすいません唐揚げ棒最高やんそれなマジでそれな美味しかったもんだって 泣いたら作ってくれたかもよってねゆいも唐揚げ棒一つっていう時ちょっと泣き声だったかもあの唐揚げ棒一つくださいみたいな <laughs> そうあのすいませんあのちょっと言いにくいんですけどあのねあの唐揚げ棒一つもらっていいですかすいませんすいません みたいな <laughs> 感じになってた多分うん <laughs> そうからで店員さんもちょっと困り顔してた <laughs> 店員さんもああかかかかかか,からあげ棒あからあげ棒ですかわわ,わかりましたちょっとやお,おかげをあのおなぞぞお願いしますみたいな こんなやってないですけどそんな感じだった気がします <laughs> そうね店員がもしかしたら夢見だったかもしれない <laughs> ね店員がねもしかしたら夢見だったかもしれません <laughs> って感じでした、ね、そういえばさ皆さんに 聞きたいことあるんですけども。あの今日あのティックトックのあのあれなんですよ。ダンス動画撮ったん撮るんですけど見たいなって方いますか？今日。<laughs> い,いますか？って聞くパターンなんかそうなんかどうしよっかなって迷ってたんですけど見てくれますか？<laughs> そう、唯一が最近ずっと。 聴いてる曲あのえ言っていいのかなこれ曲ミーアイさんのあのクリックってあの新曲あるじゃないですかこの前のほら M ステでもあのやってたやれられてたんですけどそうそれ皆さん見てくれますか <laughs> そうそれを後からとろうかなって思ってたんですけど。 そう。見てく、今日の9時ぐらい、九時映像、レッスンがいつ終わるか分かんないけど、9時前に投稿するので、よかったら皆さん見に来てくださいね。キャ恥ずかしい。キ <laughs> ャ恥ずかしいな。で、ね、皆さんぜひ見てください。ね、ダンスブレイク。石井ランちゃんの チャンって言ってんのランさんの。<laughs> ダンスブレイクとか。もう、ダンスブレイクあれさ、家も、いや、かっこいいからめっちゃ踊りたいなって思ってたんですけど、もう本当に難しすぎて。ねこの前も、あの、シナモンで元カレでう踊ったんですよ。そう。見てくれた みんな見てくれたねかわいいクリックもダンスを覚えましたって感じです皆さん見てくださいね絶対アンレイムの新曲どんな感じアンレイムの新曲歌っちゃう <laughs> 今から歌っちゃおうかなまだまだファンミでしか公開したことのない アンデイムの新曲を <laughs> ダメですよ <laughs> あ待ってミラーボールじゃあいくよ <laughs> あこれ新曲じゃないよだからだからありがとうございますミラーボールもねサイン会もサイン会もありますあのこの前ほらあの韓国でも選抜の皆さんがやってましたねた多分あんな感じになると思います ぜひ皆さん来てください。<laughs> そうアンレイムの新曲今回めちゃくちゃあのいい曲になってるのでいい曲だし多分初めての感じのそう曲なので。 多分、みんな、アンレームの新曲聴いたら、えゆういち、ひなの、さえってなる。ゆうか、とか。鈴鹿ちゃんとゆうかっちもすごい歌も上手なので聴いてほしいなって思いますね。そう。え、新曲そう。今週なの、リリースされるのが。ね、もう、早く皆さんに、 見せたい。<laughs> 配信ももうすぐであるのでよかったら見てくださいね。そう、ものねだりめちゃくちゃいい曲。ないものねだりも、もう唯一15歳じゃないです。唯一もう15歳じゃなくて、26歳とか。<laughs> 15歳じゃなくて、 十五歳じゃなくて二十六歳ぐらい <laughs> な感じで歌いましたうんいっそう二十六歳唯一を聴けるのでね皆さんよかったらそう山口結衣かっこ十六になるのでうん <laughs> ぜひ。 ゆてかさ、26歳っていう話に関連するんですけどさ、するんですけどさ、ゆいちさ、皆さん、ゆいが二十歳になった姿、想像できますかふふ。<laughs> ゆいちが二十歳になって、ゆういちって言ってるのあんま想像つかないんだよね、自分でも。えへへ。 できませんやっぱそうだよねできないよねなんかさ10年後ってことはあとに25歳25歳でさ「ゆいち」ってやってるのを想像できないんだよねどうしようえたぶんゆいの予想はゆいは今だったらあの 25歳でも頑張って声出そうっていう心を出しではいるんですけどもしかしたらワンチャンうんワンチャン「イチってやってるかもそう大人なそう大人っぽくイチって言ってる説あるそれなあるワンチャン「チユイチえイ、ー、はみんなから愛されたいっちゃん って <laughs> 言ってるかもしれないね二25歳とかもうね大人だよもう結一もう身長1 9 0ンチいってるから絶対 <laughs> そうみんなから愛されたいじゃん <laughs> そうでかすぎる190はさすがにちょっと盛りすぎたかな <laughs> って感じですね皆さんもあの公演とかで今はまだ「ゆ一ってめっちゃ叫んでるので公演に来たらあのめっちゃもうもうそこで声かれるってぐらい叫んでくれたら嬉しいです毎回でもいつもゆいが「 あのゆういち,ちょっとたまに調子悪い日あるんですよ自分でもそう <laughs> あちょっと今のゆういち,ちょっとあれかもなみたいな時があるんですけどそう, <laughs> そうなんかそうちょっと今の今のゆういち納得いってないなみたいな感じあるんですけどでもそういう時でもねファンのみんなが 皆さんがすごい唯一って叫んでくれて本当に嬉しいです本当にもうみんな「唯一」みたいな感じで言っていけるから嬉しいなーって思いますねそうファンの皆さんすごい優しくて嬉しいですうん いつも元気だから自己紹介だけでパワーもらえる本当嬉しい,いやそういう気持ちでやってます皆さんがね元気に、ね、なったら嬉しあの嬉しいなっていう気持ちで挨拶もやってるので <coughs> 公園行ったらゆいちって言いますおありがとうございますぜひゆいちって呼んでください もういつもね、誰だっけあそうひなのがめっちゃゆいの自己紹介めっちゃたまにいじってくるゆいはあの,はあの挨拶の時に「ゆいちゆいち」ってコールした後、ゆいは「みんなから愛されたいじゃん」って言うのねでもその時のこれこの仕草さを「ゆいさちょっとそこアイソれ入れてみて」とか言うの, <laughs> アイソレあの例えば、 龍一龍一結いはみーんなからあの首首でみーんなからみたいないや,やってってよく言われるのそうあと結いの得意なね首とかそうやるのいそれやばくない <laughs> ねちょっとちょっとあれじゃない あとはなんかそうあのこういうなんかこういうねあの胸の動きがあるんだけどあのその首と胸、<laughs> 待って見せたい胸を入れて「ゆういちゆういち」でここまで可愛くしますでそっからゆいはみんなから愛されたいっちゃん <laughs> やばくない <laughs> ゆいはみんなから愛されたいっちゃん <laughs> 多分これまでの先輩たちの先輩方の挨拶でも歴代で結衣が一番やばい挨拶だと思ううん結衣 <laughs> はみんなから愛されたいちゃんねえ新鮮すぎないねミラーボールもありがとうございます愛されたいちゃんのとこがいい どういうことイェイはみんなから愛されたいじゃんってことで、ね、怖い怖すぎる怖い <laughs> 待ってミラーボールイェイはみんなから愛されたいじゃんはいありがとうございますねこんな感じで挨拶しようかなと思ってますよね <laughs> もさいつか絶対やってほしいって絶対怖がられるんだけどどうしようかな24の そこ見らん時にやってみようかな <laughs> そこ見らでちょっとやってみようかなちょっといいかもと思っちゃったマジええー <laughs>。やろうえ、マジで本当にどうしようねぇ、みんな楽しみに待ってるならさ、やりたくなっちゃうじゃんまあでもどうだろう24は分かんないけど、次のただ練の時にじゃあちょっと 軽くねね、でもさ怒られそうじゃない勝手に愛され入れたら分からまあ、まあ、自分の気持ちがあのー、落ち着いたらうん <laughs> なんだろう自分の気持ちにちょっとちょっと整理がついたらやります、ね、楽しみにしないで、ね、でもみんな,な楽しみにしていてほしいけど <laughs> ね もう、うん、バレない程度にねちょっとずつ、うん、ちょっとずつ取り入れていこうかなって家はみんなから愛されたいじゃんじゃあ次のこみらかただれん次まだ出てないけどただれんの時にやりたいと思いますただれんそうちょっとやって。 皆さんもそこでちょっとあの変な空気になるとちょっとあれなので笑っていただけると嬉しいです愛されの時にね <coughs> 皆さん首愛され楽しみにしててください <laughs> 楽しみにしてうん？何て言ったらいいのあつい,いつか期待うんいつか期待しておいてくださいうん <laughs> お願いします <laughs> まあまあ、待ってそういえばさ唯一今日やる時間めっちゃ気味じゃなかったんだけど <laughs> 待って何何だろう <laughs> じゃあ今日は18時何分だっけ18時10分ぐらいまで <laughs> ショールームやりますそれっすもしかしたら始まってるかも。 そうマジレッスンが始まってるかもしれないって感じですねそうこの後はレッスンなんですよでレッスンももしかしたら始まってるかも <laughs> やばい時間合ってるか忘れたけど何のレッスン <laughs> 何のレッスンかは、秘密で <laughs>。何のレッスンかは、ちょっと、内緒で <laughs>。うん、大丈夫です。今、時間思い出しました <laughs>。はい、時間思い出したから大丈夫です。<laughs> ゆういちに僕の大学公出てほしい。 えーそうだよねもう家もずっと出たくて出てみたいしそう楽しみにしててください僕隊もね <laughs> あアップティーの T シャツ買いましたってアップティーの T シャツ本当アップティー作れるてよダンス好きなんですもうゆいゆいさんが本当に可愛すぎて そう、ゆいゆいさん「ゆいゆいさん!」ってなった本当 <laughs> に本当になんか「ゆいゆいさん可愛い,いみんな可愛いい」ってなりました「皆さん可愛い,いってなりましたねでもあの「ゆ、UH、いの T シャツめっちゃダサい」って言われました18期に <laughs> そう18期にめちゃくちゃさ「ゆいのゆいのデザインダサくない?」って言われたそんなことないですめっちゃおしゃれなので皆さんぜひよろしくお願いしますなんかどういう柄かっていうとあの T シャツはまず T シャツはあのかわいいあのめっちゃなんでって聞かれたのが猫猫ちゃんの柄で。 そう、あの結構ね可愛い系の猫ちゃんを T シャツにドンってあるのでそう、それはね可愛いんですけどあと T シ,ャツ T シャツはそれでであのタオルとあのパーカーはあのあれ <laughs> 毛量待てこれ <laughs> ちょっと待ってあの毛,毛量 毛量、毛量パーカー、毛量タオルで、あのね、まずこの、こんぐらいのタオルは、まずその、右に、右に、なんだろう、ユイの顔がいて、で、そこで、あの、だんだんその、横に、タオルがだんだん長くなっていくにつれて、ポニーテールもなびいていくみたいな。例えばこう、こういうことこういう感じで、タオルを、しよう。 って思っててたたんですけどそういういいののを想像してたのゆいはだけどまさかのね真ん中にドンって <laughs> そうまさかの真ん中にドンってそのこれだけこれが真ん中に書かれててパーカーもパーカーもでっかくこうって書いてたつもりだったんですけどそう真ん中にねドンって あっ,って、あ、やばい間違えたと思って完成デザイン見て思いましたそうそうなの <laughs> もうなんかめっちゃなんだっけ一番最初にあのコヒから「えっういち,ちょっと柄大丈夫?」みたいな「ゆういち,ちょっとダサくない?」って来て「ちょ怖いかも」みたいなで次にかすみとひなのからダサいねって言われた <laughs> まあでも次こそ次なんか何か機会があればもっと可愛くするので皆さんお願いします期待しててください、うん、川村ゆいちゃんと仲良くなれましたかえっ、ー、でも初めて会った時よりかは仲良くなった気がするうんそう河川河いはねそうなんか結構ねあの喋れるように なりましたでもなんかねゆいが一番かあの、まあ、全員好きなんだけどもうサリーがサリーとあとね最近なんかかエりちゃん奥本かエりちゃんかめちゃくちゃなんだろう天然すぎてかわいいそうなんかかわいいのもうゆいずっと結構ゆいがこのただれ3日間やってきて前座を何人かしてて。 くれたんだけどみんなともずっとこのポーズ握手握手ポーズで写真撮ってる <laughs> 一番最初はいとももと握手して次はまあでもまだそう次誰だっけな次は川岸ちゃんかなでメイメイちゃんとはちょうど前座の期間が合わなくてサリーちシャリーもねまだあの 劇場で写真撮れたことなくってうんそうねえみんな可愛いよね19期ちゃんってもうなんだろうなんかサリーサリーは家が守るって感じ <laughs> そうもうそうもうなんだろうサリーみたいな サリーもいくらでももう家がお菓子もらってあげるし、うん。あとは、ね、サリーいっぱい勉強も教えてもらうよっていうのを伝えました。うん。そう。<笑><笑>まあ、ツッコミおもろい。みんなのツッコミは面白い。<laughs> もらうんかいって <laughs> あれ皆さんツッコミありがとうございます <laughs> そうツッコミねサリーにはお菓子をもらってあげるし勉強も教えてもらうっていうのをはい宣言してます <laughs> ねえひ皆さんも楽しみにしておいてくださいね <laughs> でも結構ね本当にそのぐらいサリーサリーしっかりしてるんですよ、うん、そうダンスはもちろん私が教えてあげる教えさせていただくんですけどそう勉強はちょっと多分サリーの方ができるからサリーに教えてもらおうかなと思いますね でも十気暁ちゃんほんとにみんなしっかりしてるそうそうなのそうサリーめっちゃ賢いなんかカスミンの X の投稿見ましたあのなんだっけこれまでこれまでのこれまで私が今まで見てきた最年少よりも一番なんか 賢いみたいな感じで X 乗せてたんですけどあのさ <laughs> 今まで見てきた中って絶対遠回しにユイのこと言ってるじゃんって思ったそうあげてるので皆さん見てくださいそうかすみが今まで見てきた最年少の中でより最年少より一番賢いみたいな変えてる言われました絶対言うやんってなった <laughs> そうやばいあと2分 やばいって感じでしたはいじゃあちょっとはいこんな感じで楽しい時間はあっという間ということであのランキングを読みたいと思いますこれかいきますじゃあ13位モン、えー、さんモンさんいつもくまありがとう楽しみにしてますありがとうごめんねじゃあ次 12位、上次郎さん。上次郎さーん。劇場も楽しかった、ありがとう。次、11位、マカローニ48さん。マカローニ48さん。ありがとうございます。マカローニ48さん。マカロニが食べたくなります、私も。はい、続いて、コウジ山本さん。コウジ山本さん。ありがとう。猫かわいはい、そして9位、えー、林蔵さん。林蔵さん、ありがとう。公演もこの前見えてましたよ。ありがとう。 そして8位、キ,ムテ,ツさんキムテツさん。ありがとう。ね、いつも劇場も楽しいです。ありがとうございます。7位、かずさん。かずさん。お話し会も楽しかった。ありがとう。続いて6位、功さん。功さん。お話し会楽しかった。ありがとう。続いて5位、ひらっぴちゃん。ひらっぴちゃん。ありがとう。お話し会も公演も楽しい。ありがとう。 そして6位、ガンバレットさん。ガンバレットさん、ありがとうございますい。すごい。アイコンかっこいい。ありがとうございます。3位、ももちゃん。ももちゃん、昨日楽しかった。ありがとう。ゆういちの、あ、まっで忘れた。2位、ゆういちの自己紹介大好きっちゃん。ありがとう。嬉しいっちゃん。いつもメールの返信も見てます。ありがとう。1位、ナッツさん。ナッツさん、ありがとう。おじいちゃんね。うーちゃんもありがとうございます。 はい、ということで、皆さん、今日もありがとうございました。皆さん、今日の、今日の9時、九時、21時前にダンストーが上げるので、よかったら見てくれたら嬉しいです。じゃあ、ゆいちは今日も、はい、レッスン頑張ってきます。またねー。バイバーイ。皆さん、ありがとうございました。TikTok もたくさん見てください。バイバーイ。